第97回日本陸上競技選手権、大会兼第14回世界陸上競技選手権、大会代表選手選考競技会は、2013年6月7日から9日まで3日間の日程で、味の素スタジアムを会場に開催された。主催は、日本陸上競技連盟。日本選手権の東京都内開催は2005年代89回。 大会以来8大会ぶり60回目、同スタジアムでは初開催となった。トラックフィールド男女計36種目の競技を実施し、選手630名が参加した。2種目の大会新記録と3種目のジュニア、日本新記録が樹立された。本大会は、味の素スタジアムが陸上競技の会場に指定されている。 第68回国民体育大会、第13回全国障害者スポーツ大会の陸上競技の運営リハーサルも兼ねたものでもある。第97回日本陸上競技選手権大会、混成競技は、本大会一周前の2013年6月1日2日の日程で長野市営陸上競技場を会場に開催され、男子10種競技、女子7種競技の2種目を実施した。 リレー競技は、第97回日本陸上競技選手権、リレー競技大会が2013年10月25日から27日までの日程で、横浜国際総合競技場を会場に開催された。競歩競技は、第97回日本陸上競技選手権、大会 50km 競歩が2013年4月21日に、石川県輪島市で開催された。 第97回日本陸上競技選手権大会 20km 競歩は2014年2月16日に神戸市東灘区で開催された。マラソンは2013年3月3日の第68回日は小毎日マラソンと同年3月10日の名古屋ウィメンズマラソン2013が第97回日本陸上競技選手権大会を兼ねて実施された。 第97回大会は4月の小田記念で日本歴代2位となる10秒01を記録した洛南高校3年の桐生義秀が注目を集めた。この日に行われた男子100メートル予選は桐生が10秒28の記録で2組を1位通過、山形良太は10秒14の記録で1組を1位通過した。同種目の江口忠氏は予選敗退となり連覇が途切れた。 女子円盤投げは、四季本愛が5頭目に52メートル86をマークし、逆転に成功、2年連続優勝を飾った。男子棒高飛びは5月に派遣設定記録5メートル74をクリアした山本清と4月に世界選手権参加標準記録 A を突破した小木田大輝、世界選手権参加標準記録 B を突破している沢野大地の3人による、 優勝争いとなった。山本は5立方メートル0から試技を行い1回で、クリア8位以内が確定し、世界選手権代表が内定した。山本は5メートル40をパスした後5メートル50.5メートル60.5メートル70を1回で、クリア、小木田は5メートル60で2度試技を行った後5メートル7十に高さを上げたが、いずれも成功せず5メートル50の記録で3位。 沢野は5メートル70でわずかに成功せず2位が、確定、山本が2年連続日本選手権優勝を飾った。女子400メートル予選一組では、高校3年の杉浦春香が53秒37をマークし、高校記録を21年ぶりに更新した。従来の高校記録は、柿沼和江が1992年に記録した53秒45だった。 男子3000メートル SC は山下光が2年連続優勝。女子やり投げは4投目に60メートル41をマークした海老原由紀が6回目の優勝を飾った。2回目にジュニア日本新記録となる58メートル98をマークしたセイダからが海老原に次ぐ2位に入った。従来のジュニア日本記録は佐藤由加が2010年に記録した57。 立方メートル1だった。女子総幅跳びは5回目に6メートル59を記録した岡山佐栄子が2年連続優勝。最終6回目に6メートル54を飛んだ増美咲智子が2位に入った。女子総幅跳び日本記録保持者の井村久美子は6メートル10の記録で5位。井村はこの大会を最後に現役引退を発表した。女子一万メートルは新谷瞳が 大会新記録となる31分06秒67を記録し他の出場者全員を周回遅れにする走りで圧勝した。女子400メートルは杉浦遥がジュニア日本新記録となる52秒52で優勝した。高校生による日本選手権女子400メートル優勝は1989年第73回大会の久保田和恵以来24年ぶりの 記録、また従来のジュニア日本記録は、丹野浅見が2004年に記録した52秒88だった。2位にも、高校3年の大木彩香が入った。大木は、前年の全国高校総体と、国体少年 A の女子400メートルの優勝者である。女子100メートル h 1は2日目に、予選、決勝が行われた。決勝は前年までの種目優勝者。 木村文子と志村瞳の勝負となった。スタートから前半にかけてリードした木村を紫村が終盤に逆転し大会初優勝を飾った。紫村の記録は日本歴代2位となる13秒02。木村も13秒03でありどもに大会新記録だった。女子3段飛べは吉田文世が13メートル14の記録で9回目の優勝を達成した。 女子砲丸投げは白井由紀子が2年連続3回目の優勝を飾った。男子円盤投げは36歳の畑山茂雄が6頭目に逆転し3年ぶり11回目の優勝。男子有り投げは4月の小田記念で日本歴代2位となる85メートル96を記録した村上浩二が5回目に81メートル04を投げて逆転に成功。 リーンゲンティーカを抑えて2年ぶり13回目の優勝を飾った。男子400メートルは金丸雄造が45秒56の記録で制し、この大会における連続優勝を急に伸ばした。男子1万メートルは佐藤祐希がラストスパートで大迫すぐるらを抑え、同種目における3年連続優勝を達成した。女子100メートルは 福島千里が4年連続5回目の優勝を飾った。男子100メートルは4レーンに山形良太5レーンに桐生義秀が入った。山形は出場選手最速となる0秒119のリアクションタイムでスタートを決めて飛び出し前半からリードを奪った。桐生も追走したが及ばず山形が10秒11の記録で大会初優勝を飾った。 二日目は1万7000人の観客がスタジアムに足を運び、男子100メートル決勝の時間帯に放送された NHK 第97回日本陸上選手権の視聴率が9.4%となるなど、第97回大会は男子100メートルの気流を中心に注目が集まった。男子ハンマー投げは室伏博次が19年連続19回目の優勝を飾った。 室伏は6頭すべてにおいて73メートル超えを記録した。男子棒高跳びは高張広美が2年連続3回目の優勝。女子ハンマー投げは綾真澄が3年連続8回目の優勝を飾った。綾は最終6頭目の64平方メートル0など60メートル超えの投敵を5回マーク、また4位入賞した勝山瞳美が58メートル03のジュニア。 日本新記録を樹立した。男子砲丸投げは、畑瀬里氏が18メートル30の記録で2年、連続7回目の優勝を飾った。女子総高飛びは4月に1メートル92を記録していた36歳の福本美幸が6回目の優勝を飾った。福本は1メートル70から試技を開始し、1メートル70.1メートル75 1回でクリア。 1>, 1メートル80を3回目に成功し、優勝を決めると1メートル83.1メートル86を1回でクリア、1メートル90は2回目に成功した。女子3000メートル SC は、荒井恵塚。女子1500メートルは、陣内彩子が、それぞれ2年連続優勝。男子400メートル A1 は、岸本隆子が3年連続優勝。女子400、 男子800メートルは川本進が前回まで4年連続優勝の横田正人を振り切って大会初優勝を飾った。男子110メートル H はこの日に準決勝、決勝が行われ、前年の決勝でフライングによる失格を受けた矢沢渡が2年ぶりに優勝を飾った。女子5000メートルは美細美咲が15分21秒73の記録で初優勝を飾り、 世界選手権参加標準記録 B を突破した。女子200メートルは、福島千里が23秒25の記録で3年、連続4回目の優勝を達成。福島に次ぐ2位には、前日の100メートルと同じく、渡辺真由美が入った。福島は、世界選手権参加標準記録 B を突破した。この大会最後の種目は、男子200メートルであった。 2013年の男子200メートルは、飯塚翔太が、静岡国際で20秒21を記録し、派遣設定記録をクリア、他に2名の選手が、世界選手権参加標準記録 A を突破、大会に入って2日目の予選1組で、藤光健二が20秒52をマークし、世界選手権参加標準記録 A を突破していた。最終日に行われた、男子200メートル決勝は、 ゴームストレートで差を広げた飯塚が20秒31の記録で大会初優勝を飾った。2位に小林、3位に高瀬、藤光が同着で入り、20秒52を記録した5位の高平までが世界選手権参加標準記録 A を突破するレースになった。大会最優秀選手に男子100メートルの山形亮太と女子1万メートルの新谷瞳が選出され、 大会は閉幕した。本大会と他種目の日本選手権、マラソンの第14回世界選手権代表選考会の大会結果を扱う。表中の選手名、所属名は便宜上略称を含む。陸上競技の日本記録一覧も参照。開催3日間で39,500人の来場者を集めた。内訳は初日5,000人。 二日目一万七千人、最終日一万七千五百人だった。NHK が総合テレビジョンと BS1 の番組、第九十七回日本陸上選手権で生中継と録画放送を行った。ありがとうございます。